公明ニュースです今回は2月5日から12日までの公明新聞史上より主なニュースをピックアップしてお伝えいたします今回は大田代表が日本商工連盟会長と懇談地域活性化推進本部が過疎集落実態調査を発表第31回公明党全国県代表協議会を開催 以上のの内容ででお伝えいたします。す。最初は、日の記事です太田代表は8日東京都内で日本商工会議所の会頭である岡村忠日本商工連盟会長と懇談を行いこのほど党が作成した中小企業応援ブックを贈呈するとともに中小企業支援策などについて意見を交わしました。この中小企業応援ブックは、 公明党が推進し拡充された中小企業支援策について、企業関係者に十分に認識されていないという現状を踏まえ、支援策を理解し、積極的に活用してもらおうと今回まとめられたものです。この一冊で、最新の融資制度や支援策、各種税制などが網羅され、支援策の全体像がわかる決定版となっています。 懇談の中で太田代表は応援ブックを活用し党を挙げて各議員が中小企業の現場で対話を重ねニーズに即した中小企業の政策づくりの橋渡しを進めていく考えを説明しましまた。岡村会長は公明党が最新の制度を盛り込んだ応援ブックを作成したことについてありがたいことだ。 こうした制度をどのように展開するかが大事。2008年度は中小企業再生元年にするつもりで頑張りたいと謝意を述べました。また、太田代表は、とにかく景気、経済を元気にしなければいけない。そのためにも3月末にはきちんと結論が出ないと大変なことになると述べ、 政府予算案の年度内成立の必要性を強調しました。続いても九日の記事です。公明党地域活性化推進本部の井上本部長は八日。国会内で記者会見を行い。推進本部が昨年に実施した。過疎集落実態調査の結果を発表しました。 この過疎集落、まあ、いわゆる限界集落とこう言われていますけれども、あのまあ、人口減社会に日本が突入してですね、まあ、おそらくこの人口減というのがあの今後、まあ、100年以上続くだろうとこう言われておるわけですけれども、まあ、そういう減人口減少が突きつける、いわゆるこの日本の,この行政システムの最重要課題の明白な端緒。 まあそういう問題意識で,です、ね、私どもはあの集落の状況に関する現況把握調査を今回、したわけでございますで、まあ、あのこの調査は共同体としての機能の維持が困難な集落や将来消滅の恐れがある集落の実態を把握するために行ったものです。公明党のの地地方議員が活動する地域の中から 過疎集落の住民有力者と行政担当者を対象に選定し訪問形式で実施全国261の市町村476の集落から回答を得て集計されました今回の調査結果では20世帯未満の限界的な規模の集落が41.2%に上り 住民の7割以上が65歳以上の高齢者という集落は37.2%に達するという結果が出ましたまた、住民に聞いたところ過疎化が進んだ原因として高齢化73.7%後継者不足72.3%農林水産の衰退 などが上位を占めています一方、行政担当者への調査からは人口が10万人未満で世帯数が5万世帯未満の中小市町村に過疎集落の8割以上が存在し回答した自治体のおよそ3割に10年以内に消滅が予想される集落があることも分かりました。そして今後、 自治体が拡充を期待する対策としては。交通通信の整備が七十二点四パーセントと最も高く。産業の振興四十一点四パーセント。医療福祉対策三十三点零パーセントなどが続いています。これらの結果を受け。井上本部長は今後の対策として。農林水産業は国土保全。 雇用確保としての効果が大きく過疎対策として活用することも有効との考えを示しましたまた共同体維持のための人的パワーが不足していることを踏まえ若手の人材派遣施策や過疎集落青年協力隊などの民間活力の活用を含めた人的支援策も検討すべきだと述べました最後は 10日の記事です公明党は9日党本部で第31回全国県代表協議会を開催し次の戦いの勝利へ向け統制拡大に邁進することを誓い合いました全国の県代表幹事長の皆様完封をついて 統制拡大へのの全力の戦い、本日の県代表協議会は、次の戦いの勝利に向け、常在戦場の決意で、心新たにスタートを切る大切な会合であります。次期衆議院選は、公明党の存亡のみならず、日本の将来をかけた天下分け目の戦いであり、一瞬の心の緩みも許されないことを肝に銘じ、 統制拡大への取り組みを強めてまいりたい。本日の県代表協議会を出発点に、全議員が一致団結し、着実に勝利を勝ち取れるよう、戦いを積み上げていくように、全力で頑張ってまいりたいと思っております。挨拶に立った太田代表は、次の戦いの勝利に向け、全議員が一致団結し、 戦いを積み上げようと強調具体的な議員活動として拡大対策、街頭演説、3月の地方議会での実績作りを柱に党勢拡大の取り組みをと訴えましたまた、今通常国会について太田代表は来年度予算案とその裏付けとなる 税制改正法案が焦点だとし、景気、経済の足取りをより確かなものにするため予算案、税制改正法案の年度大成立に全力を挙げていくと訴えました。さらに道路特定財源について太田代表は、地域活性化や安全・安心な暮らしの確保のために道路整備は重要。しかし、か 使いい道ににに無駄がななように徹底的的見直すと公明明党の基本的な考え方を説明議長あっせんで与野党が合意すれば修正もありうることを踏まえ民主党に対案の早期提出を求めたほか道路特定財源と道路整備・中期計画に関する与野党の政策協議の場を設け今後の整備や負担のあり方などを冷静かつ 徹底的に議論すべきだと力説しましまたこのほか太田代表は景気・経済を押し上げるため労働法制の抜本的な見直しや若年者、高齢者女性に焦点を当てた雇用拡大施策を推進していく考えについても改めて強調しました以上、公明ニュースでした。